立ち上がりはいい流れでした。西谷のフリーキックはクロスバー直撃。続いて藤田のパスに飛び込んだのは中山。流れは完全に札幌。先制点は時間の問題と思われました。しかし前半37分、すべてがぶち壊しになります。札幌ディフェンダー西澤と相手選手の接触プレーに、まさか2枚目のイエローで退場。札幌の選手たち半ば呆れたような顔での抗議。そして三浦監督はもう我慢なりません。サッカーには確かに相手の進路を塞ぐオブストラクションという反則があります。しかしこれが2枚目のイエローだとするならディフェンダーはサッカーできません。監督も珍しく。そして得てしてこういうシーンではこんなことが起きるんです。先制は愛媛。この後も接触プレーのたびにイエロー。それはないんじゃないと言ったら中山にもイエロー。次節出場停止。あまりのことにブルーノははいはいはいご立派ご立派と主審に拍手。さらに曽田まで2枚目のイエローで退場となり、4バックのうち2人がいなくなればいかに自慢の守備といえどもこんなことにもなります。インターセプトされてそのままゴール。2失点目ただ諦めたわけじゃありませんでした。途中出場のフォワード相川が今シーズン初ゴールで1点差とすると、ボールを奪い返してすぐに終了間際には大塚、さらにブルーノ、あと数センチゴールラインを割れず、このまま試合終了。そして予定時間から大幅に遅れて始まった監督会見では、はい、特にありません。今日は質問も受けたくないんでこれでいいですか。いいですか。すいませんけど